出来上出来。何を作ろう。これ作ろう。頑張るよ。どれを君どれにしようかな。始めましょう。できた。どれにしようかな。ありがとう。いいね。志保さん？
何を作ろう。材料は足りてるかな。はいよー。どれにしようかな。はいはい、どれにしようかな。君にどれを使う。始めましょう。できたー。何を作ろう。行きたいところがあって。すごっ。そうだ。はい。それはそうだな。うん、よし、やる。すごっ。いえ、そうですね。今お時間大丈夫ですか。新しいブレンドを作ってみたんですけど。オッケー、試飲なら任せて。
自分がちょっと好きだったりなんて変でしょうか。あのさ、志保さん、この前普通な自分が好きって言ってたよね。あれは独り言みたいなものなので聞き流してもらえれば。でもラタンでひな子さんみたいな特別な人に出会って特別な体験をしたわけじゃん。そっち側の人間になりたいとか思わなかったの？実はむしろ逆なんです。どういうこと？それまではレールに乗っているみたいに決められた人生を歩むしかないって思ってたんですけど、ひな子に出会って少しだけ冒険して分かったんです。ああ、ちょっとぐらいの脱線なら簡単にできちゃうんだなって。だったらとりあえず今乗ってるレールを大事にしてみようと思ったんです。なんてことのない毎日を積み重ねた先に何かがあるかもしれないから。で、私が勝手にそう思ってるだけなんですけどね。星崎さん？あ、いや、びっくりしちゃって。そんな考え方もあるんだなって。私は今までずっと特別な人生がいいものだと決めつけてたけど、ちゃんと自分と向き合ってなかったのかもしれない。ありがとう、志保さん。どういたしまして。よし。いい感じです。それじゃあ行こっか。Thank you.
さん。楽しかったね。
どれにしようかな。たまにはイメチェンもいいよね。どれがいいでしょう。どれを着よっかな。何に着替えよっかな。これどうなの。どれがいいでしょう。何かに使えそう。たまにはイメチェンもいいよね。今日は何を着ようかな。どこに行こうかな。いざ出発。何かに使えそう。何かに使えそう。よいしょっと。
そうね。でもやります。